6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。どうもこんにちは、プレシアの木島です。今回は婚活で選んではいけない地雷女を見極める質問という話をしていきます。男性の皆さんは地雷女に遭遇したことありますでしょうか？もし遭遇していたとしても地雷女として認識していないケースもあるかもしれません。前の彼女はなんか大変だったなだけで終わらせてしまうと大変な思いをした意味がありませんので、地雷女についての知識を深め、今後はもう二度と地雷女と関わらないよう見極める方を知っていただきたいと思います。わがままな女性とごっちゃになりやすいかもしれませんが、地雷女を見極めるための質問がいくつかありますので、今日はぜひ覚えて書いてもらったらと思います。地雷女への見極め質問その1、すっごいブサイクな犬の画像を見せる。地雷女は多くの男性に受けがいいって言われている可愛いを演出しがちです。例えば小さい子供を見て可愛いって言ってみたり、そこら辺歩いてる犬猫見ても可愛いって言います。可愛いと言ってる私可愛いでしょっていう狙いを込めて、可愛くもないものに対して可愛いを連発します。なので試しにすっごいブサイクな犬の画像を見せてください。で、見せるときはこの犬すごくないと伝えるだけにしてくださいね。この犬ブサカワじゃないって言いながら見せると、誰でもああ確かに可愛いねってこう便乗してしまうものなので、何がすごいかもよくわかんないけど、とにかくこの犬すごくないとだけ言って彼女に見せてください。その時にすっごいブサイクだけどなんか憎めない顔してんねって正直な感想を伝えてくれたら、その女性は地雷ではありません。ただ瞬時に可愛いって発言する女性は、普段からもう何見ても可愛い以外の選択肢はないので、もうそれがこう口癖となって勝手に出てしまうんです。ちなみに私は可愛くないものに対して可愛いとはもう絶対言えないタイプの逆地雷女なので、もうそれもどうなんだろうって自分で思ってるわけです。自分の子供ならどんな顔をしていても可愛いと思えるんだと思うんですが、他人の子供を見た時に可愛いってもちろん思える時とそう思えない時があって、思えない時は可愛いっていうことができません。もうここは反対にね、可愛いって言った方がうまくこう人と付き合えるんでしょうね。私は逆地雷女から卒業できるよう日々訓練していきたいと思います。地雷女への見極め質問その2、スマホを触っている時に何してるのって聞く。承認欲求が強い地雷女にとって、多くの人の目に触れてすぐに反応をもらえる SNS は欠かせないツールと言えます。自分を見てもらいたいっていう思いがもう人一倍強くて、頻繁に更新して反応とかコメントをもらおうとします。コメントやいいねが少ないと、もっと反応がもらえるように工夫するなど、常にこうチェックして敏感に対応することが特徴と言えます。そのため皆さんと例えばデートをしている時でも、好きあらばなんかパシャ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 ね、料理とかカフェの写真を撮ってるし、撮ったと思ったらね、ずっとこうスマホを触り出して真剣な眼差しで何かしている。で、そのタイミングでですよ、今何やってんのって聞いてみましょう。もしくはスマホが見える位置にいるならチラ見してみましょう。スマホを触っている時に常に SNS を開いてチェックしている女性なら、もうほぼ間違いなく地雷女確定です。だって仕事でもないのに SNS を逐一ね開いてチェックし投稿するなんて、どう考えてもおかしいじゃないですか。最終的には男性の皆さんも投稿のネタにされて、手つなぎ写真に協力させられたり、誕生日に高級フレンチに連れて行ってほしい、予約が取れにくいあそこに行きたいなど SNS に投稿してたくさんのいいねがもらえそうな場所をリクエストし始めたりします。こうなるともう一緒に楽しむっていうより、彼女が SNS を頑張るためのマネージャーみたいな扱いに皆さんはなってしまいます。そんな関係ではデートに行っても楽しめないし、好き同士になれることもありません。そのためデート中にしょっちゅうスマホを触っている女性は要注意と言えます。
地雷女への見極め質問その3、女友達どれぐらいいるの？地雷女は同性よりも異性を優先する傾向があります。そのため異性には好かれやすいんですけど、同性には敬遠されて距離を置かれることが多いんですね。でそして地雷女にはわがままな一面もあるため、同性の前では自己中心的な振る舞いをしがちです。一方異性の前ではぶりっ子をして媚びを売りチヤホヤされようと頑張ります。でこうした背景もあって、結果的に同性より異性の友達が多くなりがちっていうわけなんですよね。で私が高校生の時もこんな人がクラスにいました。クラスに男子がいる時はなんかどっから声出してんのっていうぐらいなんか甲高い声でね喋るくせに、男子がいなくなるとすっごい声が低くなるんですよね。もう恐怖ですよね。こうした裏表の激しい女性は漏れなく同性から嫌われます。女性同士の会話では、あの人裏表なさそうだからなんか信用できるわ好きだわっていう内容が繰り広げられているぐらい、女性は裏と表の顔を持っている女性を嫌う習性がございます。それでも男性はその裏の顔を知らないんで、まんまと騙されちゃうんですよね。ちなみにその裏表の激しいクラスメートは、同じクラスの男の子から告白されてたんですが、全員断ってましたね。でなんで断ったか分かりますか？誰かのものになっちゃったら全クラスの男性からチヤホヤされなくなるからです。可能性を与えることによって、もうみんなからチヤホヤされやすい環境を作っていたって思うと、いや彼女は真の地雷だったんだろうなって今になって思います。そのため婚活で出会った女性には、男友達と女友達の割合を聞いてみてもいいでしょう。仮に女友達はゼロなのに男友達が30人いるなら、それは疑った方が良さそうです。もしくは SNS をしているなら、つながっているリアルな友達の男女比などをそれとなく聞き出してもいいかもしれませんね。いずれにしても同性より異性の友達が圧倒的に多いなら地雷を疑った方がいいでしょう。ただ私のように友達自体が少なくてもうほぼゼロですっていう人は、地雷っていうよりかは単純に友達が少ないだけなので、もうそっとしておいてあげてください。見るべきポイントは同性より異性の友達が圧倒的に多いことですからね。地雷女への見極め質問その4、普段時間が空いたら何してるの？地雷女は寂しがり屋なので一人時間を楽しめません。そのため暇な時間ができたら友達を誘って飲みに行くとか電話をしているっていう人もいれば、一人時間がそもそもないようにいろんな人といろんな予定を最初から入れているっていう人もいます。それはもはやスケジュールの達人並みなんですが、一人の時間を楽しめないっていう女性は付き合ったり結婚すると大変そうだなって思いませんか？付き合ったら最後彼女を優先しなくちゃいけなくなるだろうし、一人時間がもう嫌だっていう女性なら常に一緒にいるっていうのがもう当たり前となってしまいます。そうすると男性の一人時間もなくなってしまって、もうなんかね二人で一つみたいな謎の生命体が出来上がってしまいます。さすがにこれはちょっときついですよね。いくら大好きだったとしても一人の時間がほぼなくなるのは男性にとっては辛いんじゃないでしょうか。付き合った後にこんなことにならないためにも、日常会話の中で事前にどんな生活を普段送っているのか探る意味でも確認してみてください。シフトのミスで急に今から仕事が休みになったとしたらどんな一日を過ごすみたいな質問でもいいかもしれません。とにかくぽっかり時間が空いた時に仕事の日にできない、細かい深い部分の掃除するとか、前から気になってたカフェに行って優雅な時間を楽しむとか、外出しないって決めてパジャマのままぐうたら時間を思う存分楽しむなど何でもいいんですよ。でとにかく急な一人時間ができた時に、この人は一人でも楽しめる人なのかっていうことが確認できたらそれで OK です。皆さんは普段どんな時間を過ごされていらっしゃいますか？コメント欄でぜひ教えてください。地雷への見極め質問その5、スマホケース変えようと思ってるんだよね。こう話を振って、今彼女がどんなスマホケースを使っているのか見せてもらいましょう。このスマホケースが例えばすごい個性的だったり、大きななんかウサギの人形がペタってくっついてたりとか、
テコテにデコレーションされて目が痛くなるような、なんか癖の強いケースな場合、地雷を疑った方がいいかもしれません。普段身につけるスマホだからこそ相手の性格が出るんじゃないかなって思います。私はもう何年も透明のソフトケースを使ってて、それにこうした磁石でくっつくカードケース入れをペタッとスマホに貼ってます。でスマホやカバンってできるだけ軽くコンパクトにを、私はモットーにしているので、カバンもびっくりするぐらい軽いです。あとは夏の日差しを見ると頭が痛くなっちゃうんですが、重いサングラスをつけるとさらにこう肩が凝ってしまってね、大変になっちゃうんで、 1g でも軽いサングラスを3年ぐらい前の夏に探し求めて、で今使っているスノーピークのサングラスと出会ったっていう経緯もあります。まあね、こんな話はどうでもいいんですが、とにかくスマホケース以外にも持ち物を全般個性的なものじゃないかっていうのと、もし個性的だった場合なんでそれを選んだのか合わせて理由を聞いてみましょう。納得できる理由があれば、まあ、それはそれでいいでしょうし、派手なものをつけてると目立てるからとか、話しかけてもらいやすいからっていう理由なら、地雷確定かもと思ってもいいかもしれません。そしてプレシアでは会員さんが結婚できるためのアドバイスを日々行っております。寄り添って話を聞くだけだったら婚活カウンセラーである必要なんかありませんよね。だからそれプラス結婚するためには今後どのように動いていけばいいのかを必ずセットでアドバイスをするようにしてます。お見合いを断られた、悲しかった、辛かった、これはね事実です。でもその事実に対して辛かったね、ショックだよねっていうだけでは、事実の再確認をただしているだけであって、それはプロの仕事とは言えません。多くの相談所に足りないのはこの後セットで改善策を的確に提示することです。これをしないから会員さんは不満を持ってしまうんだろうと思います。いくつになってもどんな条件であろうと同じレベルの異性申し込めばお見合いってちゃんと決まるんですよね。で自己価値診断チェッカーに当てはめればこの答えは明確なんですが、プレシア会員さんだけにしか提供しておりません。それでも有料でいいから使わせてほしいっていうお声を日々いただき、まあ、これだけ需要があるなら非会員の方にも使ってほしいなと思って婚活ランク表を作りました。これを見るだけであなたが婚活の中でどのランクに属しているのか一目で分かって、あなたと同じランクの異性の条件までもが分かります。自己価値診断チェッカーの、まあ、簡易版っていう位置付けですね。これを見てもらうだけでも婚活はかなりイージーモードに突入していきますので、ぜひこの機会にお受け取りください。受け取り方法は動画下の概要欄に載せております。婚活ランク表の使い方動画も一緒にお渡しするので、これね必ずセットで見てくださいね。いい武器をせっかく私がこの場で渡してもその使い方を間違えてしまうと逆効果になるので気をつけてほしいです。動画を最後まで見ていただいた皆さんには有効活用していただけると嬉しいなと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。